チャールズ・ハリソン・ナギーはアメリカ合衆国コネチカット州フェアフィールド郡ブリッジポート出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。1988年ソウルオリンピックで公開競技として行われた野球競技にアメリカ合衆国代表として出場し金メダルを獲得している。また、この年は第17回日米大学野球選手権。 第30回アイブフワールドカップでも代表に選出されている。1988年の MLB ドラフト一巡目でクリーブランドインディアンスから指名されプロ入り。1990年にメジャーデビューを果たすと、1991年から1999年までの間、長期離脱の1993年を除いて2桁勝利を挙げた。オールスターにも3度選出され、 1996年にはアメリカンリーグの先発として登板した。サンディエゴパドレスでプレーしていた2003年に引退。実動14年で318試合に登板して129勝105敗、防御率4.51、1242奪三振の成績を残している。2007年にインディアンスの球団伝統入りを果たした。2010年には インディアンス参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズ2011年から3年間はアリゾナダイヤモンドバックスで投手コーチを務めた2015年にはインディアンスのスペシャルアシスタントを歴任し2016年からはロサンゼルスエンゼルスの投手コーチに就任すると2018年まで務めたありがとうございます